週刊マクロスニュース。今週はマクロスが止まらない公式生放送の内容を中心にマクロス情報をまとめてみてまいります。こんばんは。エウレカです。今週はですね、マクトマの内容では触れられなかった、また面白い情報も入っておりますので、ぜひとも最後までご覧いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。こちらの動画は、マクロスの情報をエウレカさんの感覚で集めまして、まとめたものを動画としてお送りしてございます。皆さんの中でもお気づきなことございましたら、ぜひともコメントで残していただけると、次回のマクロスニュースで使わせていただくかもしれませんので、何かございましたら、ぜひともコメント残していってください。よろしくお願いいたします。ではマクトマの情報から見てまいりましょうか。マクロスフロンティアとデルタ合わせ京都南座歌舞伎の宴コラボ企画展、2月の18日まで開催してございます。チケット絶賛発売中ということですので、ぜひとも皆さん、特に関西圏にお住まいの方は見に行ってください。いやー、ウレカさんもね、ぜひ見に行きたいんですけど、もうライブにね、コラボトークか、ミニライブ&コラボトークにね、フルで参戦しまして、もうたっぷりお金使ってきちゃったので、辛いんですよね。はい。ちょっと欲しいグッズとかもあるんですが、皆さん、参加できる方は特に関西圏にお住まいの方ですね、ぜひご参加ください。チケット好評発売中ということでございます。そして今言いましたエウレカさんが参加しました、ミニライブ&コラボトークが配信決定ということでございます。2月の3日の19時から、2月の4日の19時から、それぞれ E プラスストリーミングプラスというところで見ることができるということで、そのチケット販売中でございます。これね、もう何度も言っておりますが、絶対見た方がいいです。もともとそのミニライブもチケットが余ってたぐらいなんですよ。見切れ席、3階左右見切れ席、売れ残ってますよ。いや、絶対見に行った方がいいですよってもう散々エウレカさん言ってたんですけど、最終的に、まあ、全完売したわけでもなさそうなんですよ。ただ、もう現地に行って、他の方々もね、いや、帰るつもりだったけど、ちょっと、夜の回もやっぱ参戦することにしましたわみたいな言ってる人とか見かけたぐらい、もうめちゃくちゃ熱いライブでございましたから、もう絶対見た方がいいです。これチケットご購入ください。現地に行けなかった方は特にですね、チケットご購入ください。両日セットで見た方がいいです。フロンティア、間違えた、デルタが3日の日ですけど、2月の3日がデルタ分になりますが、デルタも超最高だったんですが、もうフロンティアはもうほんともう大爆発でございました。エウレカさんね、レポート動画上げておりますが、はっきり言ってフロンティアよりデルタの方が好きなんですよ。ぶっちゃけシェリルさんよりランガちゃんの方が好きなんですよ。それでもこのライブ最高でした。シェリルさんしか参加しないライブだったんですけど、最高でございました。ぜひともチケット買いましょう、見ましょう。そして開催が迫っております、2月の10日、ワルキューレファイナルライブツアー、ラストミッションディレクターズカット上映、舞台挨拶付き上映会のライブビューイングのチケット一般販売が1月31日から始まるということで、まあこれはライブビューイングになりますので目の前で見ることはできないんですが、まあとにかくね、先着順ということですので、まあこれもね、せっかくですから、見られる方は、行ける方は、ぜひ、ご購入いただくといいと思いますよ。何かしら発表あるんじゃねえのかなと、エウレカさんは思っております。だってそうじゃなきゃね、その、舞台挨拶する意味がないと思うんですよ。ライブ現地に来てくれた人は、ありがとうございました。じゃあ、楽しんでください。いや、それで終わりのはずないですよね。絶対発表あると思います。
そして、そして、まあ、劇場、シアターでの公開ということを、マクロスゼロブルーレイボックスプレミアムリマスターエディションの上映会が開催されるということで、2月の24日、25日、新宿とあと、難波、大阪ですね、東京と大阪でそれぞれ、開催されるということでございます。料金が2500円となってるので、こちらの方は、なんか追加情報でもしかしたら、ね、演者さんが、舞台挨拶、なんかそういう風に来るのかなとか思ったんですけど、料金的に2500円だと、もしかしたらそこら辺はないかもしれないですね。ただ、劇場で見られるという、やっぱ音質もいいですし、爆音で聞くこともできますし、大きなスクリーンで見るっていうね、メリットもあるので、これ、ちょっとエウレカさん、まだちょっと時間帯とかの発表がないので、はい。まあ、ここら辺は、行けるのであれば見に行きたいなぁと思っております。新宿であればエウレカさんね、30分くらいで行けてしまいますので、近いのでね。ただ、これ、劇場で見るっていう風になると、なんやかんや、シアターですよね、映画館。プロジェクターなので、その、画質が良くなったとはいえ、プロジェクターでそこって綺麗に見えないみたいな、見えないと思うんですが、最近のね、劇場結構進化しているみたいで、先日エウレカさんが行きました、日比谷、だったかな、あそこら辺の、シアターは、レーザービームみたいな感じで、とにかく、その、プロジェクターで映すんですけど、光の拡散が、拡散しないように、もうとにかく、めちゃくちゃ綺麗に見られるっていうシアタールームはあるみたいでして、進化しているようですね。この新宿ピカデリーがそういう風な状況になるか、ナンバーパークスシネマがそういう風なレーザービームで見られるかどうかはわからないんですが、まあ、劇場も進化していっているということでございますね。はい。行ける方は、ぜひ見に行きましょう。そして、そして、アンコール、アンコール、マクロス、チャウ時空フェスティバル、あと、東急歌舞伎町タワー、日付が発表されましたね。ウルカさんはね、お友達から助言をいただいておりまして、23日祝日、怪しいですよ。まあ、売り上げを伸ばすためにもね、平日よりその祝日絡んだところは絶対そこから始めるはずだと思いますからって聞いておりましたので、休み取りました。ただ、2月の23日行けるかどうかは別花ですよね。おそらくまた抽選とか始まるんでしょうから。まあ、とにかく休み取っておりますので、なんとかその抽選に参加して、現地には行こうかなと思っております。もうとにかくこのフレイヤちゃんが最、まあ、この7人メンバーの中でね、リクモちゃんも本当大好きっちゃ大好きなんですけど、フレイヤちゃんがこの中では最強かなと思います。たまらんですね。この、お尻じゃないです。お胸の方が最強だと思っております。あと、マクロス超百科。先日発売されました、ウルカさんの手元にも届いているんですが、まだ開封動画が撮れておりません。もしかしたら撮る間もないまま、開封してしまうかもしれませんが、こちらの内容も、はい、ご紹介がありましたね。はい。アーカイブで、そこら辺は見ることできるかと思いますので、ぜひとも購入しましょう。とても、貴重な、情報がね、中に含まれているということでございます。次は、VT1 スーパーオーストリッチ、バンダイさんから発売されます、デラックス超合金ですね。1月26日、本日から受注開始してございます。これ、抽選制とは書いてないんだよな。なんかね、デラックス超合金抽選っていう風なイメージがあったんですが、受注生産で申し込めば全て買えるんでしょうかね。皆さん購入することができるんでしょうか。まあそこら辺はちょっとぜひともリンク貼っておきますので見てください。ね。スーパーオーストリッチ。テレビシリーズの場合は VF1 デーという風な形で練習機、タンデムっていう風になっておりましたが、劇場版の場合は VT1 という風このタンデム、二人乗りですね。二人乗りバルキリーになってるんです。同性、民名さんと。ミンメさんを無理やり釣り出して、連れ出して、土星のね、輪の中をこう、飛び回るっていう。なんていうか、マクロスデルタでも、まあ、そこら辺がオマージュされておりますよね。落ち込んだフレイヤちゃんをハヤテ君がバルキリー乗せて連れ出して、最終的にメサ君に怒鳴られるという。論外だ。
流行ってインメルバーって怒られてしまう。なそれをちょっとオマージュした、それの、まあ、元っていうか、なんちゅうか。はい。こんな感じで、二人乗りで、二人乗りのバルキリー、練習用のバルキリーということでございます。後ろに乗せるのはミンメイさんだけじゃなくミサさんも乗せることができて、さらにはなんかペーパークラフト、まあ、テントをね作ることもできて、ここいら辺はね劇場版は結構アダルトな表現がありましたね。テントからでしたっけ、なんかここいら辺から出てきた時に早瀬さんがこのパイロットスーツのジッパーをチューって上に上げるんですよね。あーなるほど、いたしてたんですかっていう、ちょっと大人向けなシーンではございましたが、パイロットスーツ。はい。バイス・シュバルツ、プレミアムブースターマクロス・デルタ、本日発売ということで、1月の25日、25日ですよね。に発売されてございます。まあ、開封の儀とかね、行われておりました。出ていらっしゃいます。フレイヤ・ビヨン役、鈴木みのりさんはね、このトレーディングカードの開封に慣れてらっしゃるみたいで、思い切りハサミでブワチャーとねカットしてブワサーっと出す、そんなテクニカルなことをお見せいただいておりましたが、エウレカさんはもっとテクニカルなことをねお見せいたしますから、エウレカさんの開封動画もお楽しみにお待ちください。そういう風にね、なんか大人開封という技法があるのであれば、エウレカさんはオタク開封をして見せてご覧に差し上げますのでね、お楽しみに。エウレカさんもねカードパック買ってございます。実はまだ届いてない、あ、今日届いたのかな。もうここんとこね、ちょっとマクロスグッズの到着が、ね、立て込んでおりまして、なかなか開封動画撮れておりません。そこら辺もねまたやってまいりますので、お付き合いよろしくお願いします。そして毎週木曜はマクロスの日、 BS 日テレ23時30分からエウルカさん同時視聴生配信というのをやってございます。 BS 日テレをご覧いただく環境をお持ちの方は、ぜひともエウルカスタジオの生放送で一緒にマクロスデルタ見ましょう。ということでマクトマの情報に関しましては以上になります。ここからはエウレカさん情報になってまいります。ワンダーフェスティバル2024ウィンター。こちらの方のチケット販売が始まっております。2月10日の、ワルキューレの舞台挨拶、応援上映会の翌日でございますね。フィギュアをね、なんか、エウルカさんこのワンダーフェスティバルって行ったことがないのでわからないんですけど、なんかフィギュアを購入したりすることもできるみたいです。企業さんの展示もあったりして、なかなか面白いものでございます。入場料取られるようになってございますが、まあ、一度も行ったことないという方はぜひご覧になっていただくといいと思います。青島文化教材社さんのプラウラー金田さんがワンダーフェスティバルでは VF ガールマキナの展示をかなり力入れてやりますってお話をされていらっしゃいましたのでね、楽しみでございます。まあまあレポート動画も作るつもりでございますし、現地行ける方はぜひ現地見に行きましょう。そしてこちらは安野清野さんのイベントでございます。石巻市の方のイベントでアフレコ体験教室、あとトークイベントっていうのを開催されるということで、安野さんは宮城県石巻市、なんだろう、涌谷町出身ということで、石巻市涌谷町、違うのかな、ごめんなさい、地名はあまり分かっておりません。まあ、とにかく涌谷町市ご出身ということで、まあ、そこいら辺でね、こういった、まあ、日本酒のプロデュースとかもされていらっしゃいますので、イベント今回開催されるということです。2月の25日、アフレコ体験に関しましては何かお子様向けみたいですね。お子様というか学生向けかな、になっているみたいでございますので、大人の方は参加できないかもしれませんが、トークイベントっていうのはね、安野さんの参加したアニメに関することをお話し聞くことができるということなのでね、ぜひとも東北お住まいの方はお申し込みされてください。お申し込み期限はアフレコ体験は1月31日までですが、トークイベントに関しましては2月の5日までね、
応募されておりますので、応募多数の場合は抽選というふうなお話になっておりますのでね、ぜひとも、安野さんのお話聞きに行ってください。きっとね、マクロスの話も出てくるんじゃねえのかなとは思っております。次は、はい、京都南座でございます。先日エウレカさんイベント行ってきたんですが、京都南座さんの、というかこれは、松竹ですね。松竹さんの公式グッズとして、南座のこんなアクリルスタンドが販売されているということでございます。このアクリルスタンドネット通販で買えます。リンク貼っておりま、置きますのでね。この南座の風景に、何やらこのアクスタをこう立てて並べることができる。はい。いいじゃないですか。ワルキューレやシェリルさん、ランカちゃん、アルト君のね、アクスタも同じようにここに立てることができそうでございますので、ご興味ある方は、お値段2000円ということですのでね、お手頃です。ご購入ください。そして、次は、秋葉原ゲーマーズ本店さんの方から、ワルキューレ音楽大全、はい、発売記念ということで、店舗内にね、はい、スタンドを用意されてらっしゃるということでございます。エウレカさん見に行ってまいりました。エウレカさんが行った時はね、ワルキューレ大全のアクスタ付きがね、まだ売られておりましたので、ちょっと追加購入してしまったぐらいでございます。関東圏お住まいの方は、はい、覗きに行ってください。そして、キャンペーンがまだ続いておりますね。ワルキューレの、ブルーレイ&DVD、過去分を購入されてない方はぜひともゲーマーズでご購入ください。アルバムジャケットのコースターがもらえるということです。現物が飾られておりました。いや、もう欲しいな。このコースター欲しいな。まあ、円盤は大体持ってるんですけどね、ウルカさんね。はい。ということで、対象店舗がね、ここの画像内に書かれておりますので、ぜひともそれチェックして、はい。この機会に円盤持ってないという方は、購入してみてはいかがでしょうか。秋葉原ゲーマーズさんのお隣のなんか、トレーディングカード、ゲームショップで、はい。マクロスデルタの、カードの展示がございました。こちらもせっかくですので写真撮ってまいりましたよ。これどうだろうな、映るかな。スクショ、画質的にね、拡大すれば文字読めるぐらいの画質で撮っておりますので、ぜひとも拡大して読めるのであれば読んでください。あとはエウレカさんのコミュニティですね。YouTube のコミュニティの方にも画像投稿しておりますので、そちらの方でも見られます。ぜひ拡大して文面とか読んでみてみてください。なんつうか、魔女っ子レイナ、が一番説明文が長いような気がします。むしろ、かなめさんの3倍ぐらい文章量ありません？これ。ね。はい、こんな感じでね、ワルキューレのいろんな衣装がありまして、勢揃いでございますよ。最高ですね。現物見られますのでね、ぜひ見に行ってください。その、バイス・シュバルツ、マクロス・デルタ・プレミアム・ブースターに関してですが、これ、X でのキャンペーンがやっておりますね。リポストすることによって、ワンボックスプレゼントされるということです。はい。ぜひとも X の方もリンク貼っておきますので、チェックしてみてみてください。そして、ラスト、激アツ情報でございます。今年の初めにですね、パチスロマクロスフロンティア4がホールデビューしますという情報をお知らせさせていただきました。パチンコの方でまたマクロスフロンティア今度は5が出るということでございます。激アツですよ。これね、内容の方を軽く見てみますと、シリーズ初となる実写ライブ映像、これ下手したらメインさんや中島めぐみさんがパチスロ機に映し出されるということ？いやー、これは見たいですね。スロットの方に関しましてはいろいろゲーム性が難しかったりして、なかなか手を出しづらい部分もございますが、パチンコは本当簡単ですからね。レバー握ってパチンパチンパチンで大当たりじゃなければやめればいいだけなんですよ。なんかガチャガチャうるさくてもね、大当たりが終われば別にやめてしまって大丈夫でございます。もうとにかくレバーを握って画面をちゃんとしっかりと見ていればそれで大丈夫なんですよ。ただあくまでね、パチンコパチスロは娯楽でございます。のめり込まない程度に楽しみましょう。いやー、このね、実写ライブ映像を見るの楽しみでございます。
なんかね、あとはスペック情報とか見ましたところ、まあ、ギャラクシーライブを搭載します ST 機でございます。ST 機っていうのは、大当たりした後に、まあ、そのラッシュというのに入ると、大当たり確率がすごい高くなるんです。昔は確変って言って、次の大当たりまで、絶対すぐ大当たりしますよっていう風なものだったんですが、ST 機っていうのはゲーム数が決められてて、その間に、大当たり確率が上がってて、当てましょうっていう、そういうゲーム性にはなっているんですね。まあ、とにかくその ST 機。で、これをちょっと読んでいると、なんだっけな、ST をリセットするなんかそういう風な機能がある。ギャラクシーライブかな、なんかもうとにかくね、いや、それ、単なる小当たりだろうっていう核変小当たりやろう、ちょっと突っ込みどころあるんですが、あとはさらにちょっと読んでみますと、今作は、319分の1の大当たり確率が、一応349分のスマパチもリリースするということなので、まぁ、ちょっとゲーム性が若干違うものもリリースされるということで、まあ、とにかく楽しみでございます。つかね、だったらデルタで出してくれよっていうあまりにも流行らない、もうワルキューレで出してくれよとあまりにも流行らないようなスペックでね、もうマクロスデルタパチンコパチスロも出してくれたが、おかげにね、もうフロンティアのパチンコパチスロがこうやって出続けるっていうような流れになっておりますが、いやー、デルタも出してほしいですね。で、一応 YouTube でも紹介動画出ておりますので、まあ、そちらもリンク貼っておきますので、ぜひとも見てください。楽しみですね。1パチとかでちょっと遊び演出楽しみに行きたいと思います。で、言いました、その、マクロスフロンティアパチスロの方ですね、毎週水曜日リポストキャンペーンっていうのをやっております。毎週水曜日に、リポストすることによってクオカードもしくはアクスタが当たるかもしれないということでございますので、毎週皆さん逃さないように、三協さんの X 公式 X 見ておきましょうね。ということで今週は以上になります。情報量というよりかは情報自体が熱い内容ばかりでございましたので、ちょっと時間が長くなってしまいましたね。はい、まあ、とにかくなんか1月31日あたりがなんかキーポイントですね、そこまでになんか申し込みとかそういうのがちょいちょいありましたので、皆さん忘れないようにやってまいりましょう。そうしましたら今週は以上で終了といたします。皆さん良い週末を。